こんにちは。4月の14、あ、17、水曜日11時を迎えしました。大ちゃん、歌さんの人生楽しみましょうの時間がやってまいりました。パーソナリティの片山大東です。こんにちは、ひろくん。こんにちは。お元気ですか？はい。あなたもしかしたら昨日、夜中の12時半くらいまでうちの店いませんでしたか？パン食べてましたね。パン食ってたね。パン食べてましたね。食ってた食ってた。はい。そうね。なかなかいないですよね。夜中までね。12時半にパン食べてる人。ね。教育の喋って。大変だったね。そうですね。うん。寝坊しなかった？はい、頑張りました。はい、どうもありがとうございます。いいところで横浜銀丸翔さん、こんにちは。どうも、こんにちは。横浜銀丸翔です。眠いなぁ。どうしたの？なんかわかんないです。寝不足ですね。お忙しいんですか？いや、忙しいですね。だってあれが横浜銀杯の銀杯チャンネル、はい、YouTube の、はいはいはい、あれもアップされましたよね。そうですね、金曜日に、大体金曜日にアップされるんですけど、はい、まあ、不定期なんですけどね、はい、ちょっと真剣にやってないんで、はい、見ました見ました。翔さんギター弾いて、あ、ギター弾けるんですね翔さん。そうなんですよね。 なぜかおい、はい、大層、はい、弾けるし決まってるだろう。どうも横浜銀杯です。今日はね、4月の17日ね、なんかクイーンの日らしいですよ。クイーンが来日したのが何年か前の4月17日だとか、なんかテレビで言ってましたね。お、早起きしてちょっとね、今日の感じいろいろ見てきました。はいはい。天気も、あ、温度が上がってちょっと曇りですけどね、午後から晴れるらしいですよ。おお、やったやった。そしてこのモレラスタジオの下ね、あのモレラパークのところにですね、今日ね、カローラ、横浜さんがいらして、今ね、車の電磁の、準備が進んでますけどね。おお、ぜひ皆さんね、東スカイというね、モレラパークに遊びに来ていただけるといろんな車が見えちゃうかなみたいな。え、車見ちゃうと翔さんなんかムズムズしちゃうんじゃないですか？ムズムズしちゃいますね。まあ大好きですからね。ね、道中に行きちゃおうかとか、あ、こうだっつって、TRD 仕様のとかありますからね。まあ、俺たちの頃は TRD っていうとショックアブソーバーのあれでしたけど、いろんなもんがあるんですよ今ね。なんかあのファミリー向けのなんかちょっとこうアウトドアのように仕様にしたものから始まって、で、なんだろう、これ新古車なのかな、ちょっとしか見なかったけど安いっすよ。おお、 車体価格がすごい安いんで、ちょっと面白いんじゃないかななんて。え、じゃあここにマジックがあるから、翔さん帰りにあのボディにサインして帰ってあげる。いやいやいや、それ疑問だから。かなりバカなこと言ってるんですかね、本当に。ダメでしたね。はい、はい、で、また今日はあのうちの番組のスポンサー、ガーデンエクスプレスさんの松沼さんがいらっしゃってます。こんにちは。こんにちは、ガーデンエクスプレスの松沼です。よろしくお願いします。はい、よろしく。今日は電車遅れてなかったんですね。大丈夫ですね。なんかいつもより一歩早い電車で来たんで、なんか余裕かましてますよ。おお、はい、やっぱりそれも慣れですよね。いや、まだ慣れないですけどね。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。ガーデンエクスプレス、ありがとうございます。いいですね。で、また昨日の夜食べさせてもらったんですけれど、今日パン屋さんがいらっしゃっております。はい、ですね、はい、横浜麦屋の神田社長です。こんにちは。はい、こんにちは、横浜麦屋の神田です。よろしくお願いします。はい、よろしく。気合い入ってますね、神田さん。今日から今斎場やってるので。どちらの方です？東戸塚西部ですね。ちょっと待って、東戸塚西部ってこのモレラパークの目の前の？目の前ですね。そう、あの目の前です。目の前の1階の入り口のところで出店してますので、はい、23日まで、はい、今日からですね。ファンフェスなので、ファンフェス、はい、日替わりで、だいたい20件ぐらいこう日替わりで出ますので、それと、パン屋さんが、パン屋さんが、あと別にあの別のコーナーで全国のその、珍しいパン屋をこう集めて、販売もってます。まあ、はいはい。珍しいパン屋って何？あ、珍しい、あのご当地パン、あの美味しいパン屋さん。美味しいパン、ね、美味しいパン。珍しいパン屋、ね。珍しいって、すいません。すいません。うちはよ、米だよとか。うちは酒屋だぜみたいな。すいません。申し訳ないです。はい。で、ご当地パンですね。美味しい。麦屋さん、神田さん、はい、なんか正式名称があるんだって。正式名、はい。言うんですか。いや、俺発表したよ。はい、お願いします。これ多分嘘だと思うんだけど、横浜麦屋さん実は正式名称は、はい、ザ・クレイジーパン屋横浜麦屋ローリング綿棒スペシャル長ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、略して TCP 横浜麦屋 RM
ありがとうございます。それでも長い、それでも長い。いやー、キャラ立ってるよね。すごいですね。神田さん、いいですね。今日いっぱいね、ちょっとパンを持ってきてもらったから、またゆっくり後で説明しながら、ね、聞きながら。いや、だけどさ、大ちゃんさ、はい、神田さんね、はい、まあ、もちろん今、西武でやってるからだろうけど、やっぱ、コックのさ、ちゃんとしたさ、服を着てさ、職人さん。ね、職人さん。見て、松沼。お前、なんで今日、象徴ロングじゃないの。え、だって、木乗らないですよ。ああ、そうだね、そうだね。そうだね。まあ、俺もね、あのスウェットで着てるかあんま言えないんだけどね。じゃあ、川ちゃん着てこいよって話だけど、ね。そうですか。はい。はい、っていうところでね、ほんと、あとでちょっとゆっくりパンの説明、いろんな今日、今、流行ってますからね、パンね。さ、今、目の前にさ、すげえパンがあるわけよ。はい、いやいやね。これね、早く曲に行ってさ、その間にさ、みんなでむさぼり食うっていう。そうしましょう。ね、やった、歌さん今日いないけどね。っていうところでちょっと翔さんちょっと一曲目じゃあ、はい、早速じゃあ行きましょうかね。紹介します。はい、じゃあ私の初めての、アルバムからいきましょう。ザ・キング・オブ・ロックンロールの中から追いかけてマイウェイ。はい、この放送は免許返納した方にもサービスをしています。平戸交差点すぐそばにある、車効果買取のアップル戸塚店の提供でお送りさせていただいております。アップルさんがスポンサー料払ってくれてるから、今俺たちはここに来ていろんな話ができるんだよね、ヒロ君ね。そうですね、パンが食えるわけです。はい、ヒロ君。ダンスを習うならここラッパーツーバッカーの前澤さんが経営するキッズ、高齢者、障害者などのダンス教室もやってます。戸塚の地下1階にあるダンススタジオユニスタ、真心こもったサービスを提供、安らかな葬儀をしていただける365日24時間対応の江南中央駅すぐそばにあります、清水港駅舎サバスホールさん。そしてなんと松沼くんやってきました。最近横須賀で横浜湾岸支店ができました。戸塚区戸塚市をはじめ関東関西にも展開しています、植木康さん、ガーデンエクスプレスさんの提供で放送させていただいていきます。素晴らしい、ありがとうございます。ねえ、足りなかった、松沼、大丈夫、大丈夫です、はい、オッケー。まあ後ほどですね、プロの植木屋さんからのですね、いろんなちょっとねアドバイスもありますけど、うん、そういやお前のとこから来たりじゃないけど、俺ほら横浜銀杏持ってじゃん、はい、ぶち切り6人スペシャル、はい、イチョウの木にあれですよ、あのミニミニ盆栽なんだけど、葉っぱも生えてきて、ほう、新芽が出たんですね。新芽が出て、しかも今ね、ブイッとこんな豚の足みたいになろうとしてるわけよ、はい、葉っぱが、はい、感動するね、しますね、来たと思って、それまでだってただの流木みたいになっちゃって全部葉が落ちて、それがね、ベランダ開けたらね、ブイッ横浜銀杏、咲くのかな、咲くわけ、咲くわけね。な、紅葉までね、はい、待ち遠しいなと思って。さて、はい、もうパンの話でも聞きましょうか。はいはい、さあどこか行きましょう。今日のゲストは横台でパン屋さんをやっている横浜麦屋に神田社長がいらっしゃってます。はい、よろしくお願いします。正式名称ザ・クレイジーパン屋横浜麦屋ローリングメンボースペシャル、恥ずかしい、ありがとうございます。さあパンの話しましょう、はい、今日は今流行りの生食パン、はい、これね、はい、おつだけ消してるから、はい、これ今ね、すごい今人気あるんですよ。生食パンって何なんですか。生食パンって何ですかね。こうすごくしっとり焼いてるので、まあ当日焼いたやつはそのまま食べた方が美味しいですよという意味かな。焼かないで、ね、はい、焼かないで、焼かないで、はい、で2日目は焼いたんです。神田さんが今日いらっしゃってるのは目の前にある西武さんで今日からあ、そうです、そうです、はい、やってんですよね。やってます、やってます。これも売ってますので、この生食パン、これミルキー食パンっていうんですけども、 はい、うちの生食パンはそのクリームをいっぱい練り込んでいるので、ものすごくクリーミーな食パンですね。お、はい、でうちは天然酵母を使ってるので、割とトーストした方がどっちかというと美味しいかもしれないです。お、はい、まあ、あと好みなんでね、あとはうまっ。さすが食べてみる。これ神田ちゃん美味しいわ。うまいっすか。ありがとうございます。え、うまっ。ちょっとひろくも食べてみてよ。いいっすか。みんな食べて。いいっすか。あざーす。え、ミルキーってだからなんかミルキー。ミルキーなんですよ。ミルキー。イメージのあの藤屋のミルキーが入ってるわけじゃなくて。いや違います、違います。はい、あの生クリームだとか。そういうのいっぱい、あの濃縮乳だとか、はい、このレシピ言っちゃっていいのかな、それやばいじゃないですか。やばくないですよ、全然。もうそれを練り込んでますね。
いやそのほんのり甘い。甘いですよ。で、蜂蜜を入れてるので、ほんのり甘いです、はい。あ、今だって何にもつけてないんだよね。何にもつけてない。はい、それでそんな感じなの。一気にいけますね。生クリームいっぱい入ってますね。え、天然酵母ってよく聞くんですけど、うちの天然酵母は、干しぶどうをお水につけておくんですね、うん、瓶に入れて。そうすると大体まあ1週間、まあ、4、5日すると自然にこうブクブクブクっと発酵してくるので、その発酵した液体を練り込ん粉に練り込んで作ってます。え、神田さんのお店っていうのはもう長いんですか？うちは今2001年オープンです。だから18年。18年です。すいません。ありがとうございます。そう、18年です。え、18年ずっと天然酵母やってる？最初は、普通のパン屋さんを始めてたんですよ。で、天然酵母なんかやってなくて、当時その18年前というのは横浜にはその 今でこそ天然酵母のパン屋さんいっぱいあるんですけど、その頃っていうのはそんなのほとんどなくて。ですよね、うん、なかったんですよ。それで、基本的に天然酵母のパンっていうのは乳製品だとか卵を使わないパンが多いんですね。はい。で、当時その、お子様が、自分のお子様がその卵とか、乳製品のアレルギーで、パンが食べれないっていう困ってた、その悩んでたお母さんが、ね、いらして、はい。で、いろいろと話をして、どうにかやってくれないかということで、で、うちも始めたんですね。はい、優しいんですね、見かけによらず。そうなんですよ。優しいんですよ。そうなんです。でもそう、最近だよね、本当に。すごく当たり前になってきてるけど、そのアレルギーがあって。そうですね。そんな18年前なんかそんなに聞いてなかった時代ですよね。いやもう20年はもう聞いてますよ、ね。いや、またはない。俺らがガキの頃は、気づかずに。またそういう商品ってなかったんですよね、そうなんですよ。そう。多分そのさ、ね、パン食べてアレルギーになっても分かんないぐらいの頃だよね、俺らが小学生の頃とかね、うんうん、で食べれないのかなかったけど、まあいろいろその頃からはどんどんね、良くなってきて、そういうアレルギー出てしまったのかもしれないけど、やっぱ20年ぐらいだとまだ結構もういましたよね、今ね、うん、いました、うん、20年、30年ぐらい、そういうところ、その頃はだからもうお母さんが自分で手作りしたんですよ、売ってるものがなくて、結構で、みんな結構大変な思いをしていて、で作ってくださいということで。おお、だってなんかのコマーシャル見たけど、みんながあのパン、子供たち好きじゃない、ね、でもお前は食べれないって言われてきてるから、食べれない子がその天然酵母とかそういう、ね、アレルギーのないやつをこう出してあげると喜んで、ね、うん、食べてるっていうとか見ると、ああやっぱすごいね、これはとても重大な話だなと思ったし、うん、ってことはいいですよね、そういうのがあるってことはね。そうだから、うちでこれ始めたから、うん、給食でもみんなと同じパンが食べれるって言って、そう、ね、そう、食べれなかったからかわいそうだったんで、そういう子もいたんです。だからそういうその話を俺今したんだよ、はい、ああそうです。聞いてたの？聞いてたの？お前さ、重複してるんだよ。毎朝脅してどうした？みんな下見てね。やべ そうなんですよ、すみません。ちょっと皆さん、この神田さんの気持ち悪い笑い分かります？意味。もう翔さんに責められてすっごく喜んでる。嬉しいじゃないですか。翔さんに神田って言われるんですよ。めちゃめちゃ嬉しいじゃないですか。いやいや、神田さん、ね、いやお店の方は、今西武来てますけど、はい、横台、ね、はい、前回ね、はい、ずいぶん前に一回ねラジオで、はい、電話でね、はい、でまた神田さん超今売れっ子なんで、催事とか、西武さんでしょまず、はい、それと高島屋さん、高島屋さんも来月入ってますね、はい、はい、あ、え、前回の時高島屋さんじゃなかった？高島屋さんもやったし、あと、そごうさんもこの横浜市内大体回ってます、伊勢丹とかも行ってたり、あ、そうですね、はい、超今売れっ子なんですよ、横浜つながりでね、横浜銀杯、横浜麦屋、はい、でまたちょうど今スタッフさんが今クリームチーズかなんか買ってきてくれたみたいなんだよね。そうそうそう、あ、なんかこれこのクリームチーズをつけるとうまいって言ってたパンはなんだっけって話、はい、これはの、うん、麦屋ブロート、麦屋ブロートって何ですか、はい、これね、なんかね、何、レンガのような感じ、はい、重さがあって、重さがあって、これね、バキンって殴ってやるじゃね、あの食べ物でいたずらして、ね、いやいや、本当このドイツパン、ドイツパン、はい、ね、オリジナルです、オリジナル、はい、麦屋オリジナルドイツパン風パン
殺人事件ってのが起きるんだよ。ちょっと、ちょっと殴った凶器は食べられちゃうんだよ。証拠隠滅、証拠隠滅、証拠隠滅。神田さん、このパンはどんなパンなんですか？これは、なんだ、ライ麦 70% 使っていて、くるみレーズン、オレンジピール、それからキャラウェイシードってちょっとあの香辛料みたいなやつがあるんですけども、そういう練り込んでますね。これでもね、本当に大きさどれぐらい、10センチぐらいなんだけど、その見た目より全然ずっしり重たいんだよね。これぜひ見に行ってほしいですね。これもあのね、持ってもらうと、持ってもらわないとこのずっしり感わかんないよね。わかんないと思います。これなんか本当にワインのつまみかなんかにぴったしって味ですよね。いいね。ですよね。いいね。いや、塗った方がいいですか？あ、もういや、今慣れちゃうだろうか。俺がこのいやだ、そんなたっぷりだって乗っけてるから。今ね、翔さんがクリームチーズをドイツパンに乗っけて召し上がって、これやばやば。あ、どうですか？大ちゃん、中継して。全然食レポなってないんですけど。神田さん、うまい、これ。うまいですか？ありがとうございます。なんだ？酒にも合う。絶対これ、ほんとつまみ入れて食った方が、うん、そうですね。お上品。これももう喜ぶ。うん、これ、ね、うん、ワインフェアなんか結構出るんですよ。そうですよね、絶対ね。ワインフェアなんかは。俺、初めてクリームチーズつけて、この、何？この、何だっけ、これ。ドイツパン、はい、なんかなんだっけ、オレンジピール、オレンジピール、くるみ、くるみ、はい、俺本当はね、くるみとか苦手なんだけど、うん、神田さんのところのこれ食った瞬間に俺くるみファンになりましょう。わ、うん、かりますよね。わかるわかる。本当に全然ちゃんと俺騙され、騙るようにするには飯食わしてない。あ、大丈夫、やって攻略法ね。マズルはお前喋っとけ。これ本当に美味しいんですよ。これ美味しいですね。はい、でしょ、はい、あ、いや俺は喋ってるから、なんかヒロ君が優しいなぁ。すいません、黙ったことになっちゃうね。いや、これでまた何、今何、ミルキー生食パンも持ってきてもらって、はい、ドイツパンも持ってきてもらって、また一つなんか違うのを作ってきてくれたっていう噂を聞いてんですけど、前回お話しさせていただいたときに翔さんに宣言したぶっちぎりパンを作ってきました。これね、はい、何ぶっちぎりパンって、ちょっと説明してくださいよ、はい、ぶどうとチーズをで作ったちぎりパンですね、うんうん、ぶどうとチーズのちぎりパンで、はい、ぶっちぎりぶっちぎりぶっちぎりブローと、はい。でもその上にかかってる白いのは何なんですか？これ上にかかってるのが粉のチーズなんですよ。でちょっとゴルゴンゾーラ風味なのですごくチーズ臭いです。でそのチーズ臭さが多分たまらなく美味しいと思いますけど、ね、ちぎって食べるんですか？ちぎってください。ちぎれるので。あなたは誰とちぎりますか？たまんないですね。あーチーズだよこれ、すごいチーズ。あ、すっげー、あー俺大好きこれ。やばいなこれ、やばいっすね。うん、うん、すごいチーズの匂いがする。チーズすごいチーズですよ。はい、たまらないと思います。あ、これさ、なんでロッキンのあれに参加してないの？ロッキンコラボ商品。コラボ商品。じゃあいいんですか、参加して。もうだって察しになって。察しになっちゃってるよ。あらららら。ぶっちぎりブロート。飛び込みで。飛び込みで。これでもクレイジーパンや横浜スキャローリングメンボースペシャルのコラボ商品、ぶっちぎりブロート認定ですか？一応認定だけど。本当ですか？チラシには載ってないから。あ、いいです、いいです。え、これロッキン戸塚が6月30日に開催されるけど、あれ、うん、ロビーかなんかに置くっていうのもありですね。じゃあ時間あったらうちのとこに。でもあ、いいね。ねえ、いけますか？うん、大丈夫だよ。あ、もうじゃあもう100個ぐらい作ってくる感だ。はい、でスペース上げとくから。本当ですか？本当ですか？本当だ。いや、俺実行言ってるからお前。俺が OK したら全部 OK。 わかりました、ありがとうございます。いいね、すいません、ありがとうございます。でも人間がこんなに素直に喜ぶ顔ってやっぱ見てて気持ちいいですね。
神田さんの顔すっごい可愛く見えてる。え、だって嬉しいじゃないですか。嬉しいですか。なんでこの服あります。いや、どうぞどうぞ。いや、しかもこれうまいな。ぶっちぎりブローってうまいな。うまいですか。でもこれチーズの癖があるから、はい、でもね、あの最初のこう匂いで俺は大好きだけど、食べてるとねすぐになくなって、このこれ自体の美味しさが出るね。ブドウの美味しさが。え、これは何、ね、今回のために作ったんですか。そうですよ、少佐のため。あ、いやいや、違う。いや、これ定番で、定番でそのまま行くとか、今日のために焼いてんだか、定番でこれから行くんだか。あ、もう、あの、今、認定いただいたんで、もう定番で行きますよ。あ、そう、すげえ。行きますよ、もう。ぶち切り。横浜麦屋、デビュー作。ぶち切りブロード。いいっすね。チャララチャラララってやってる。なんか、曲できたよ。そして、ラストに、これ控えるこのフランスパン、フランスパン、はい、白いフライ、ひどい、フランス行ったりドイツ行ったり忙しいね、忙しい、はあはあ、ぶち切ったりね、はあ、自然工房もあるし、ね、はあ、え、この白いパンは何なんですか、フランスパン。これはだからそのなんだアレルギーの、うん、そのお子様用、うん、その離乳食用にやっぱりアレルギーので、ね、そういうパンが食べれないから、うん、あの何も入ってないパンを作ってくださいということで、うん、で白い、そう白焼きで柔らかく、え、などうしたら材料を使わないって話なんですね。じゃあ、いや、あの、あ、ね、まず材料はフランスパンって粉と塩と酵母と、これはこのレシピはみんな世界的に一緒なんですよ、うん、はい、世界的、はい、あとはもう焼き方の温度とかその違いですよね、うん、そう、フランスパンって決まっててそれじゃないとフランスパンって名乗っちゃいけないとかなんですよね。うん、多分そうあ、そうですか、うん、あ、いいす、俺勉強になりました。で、まあ、まがいもが出てたりもするんだけどね、確か本当は水でこうやってずっとこねてなきゃいけないから、あれは普通のパンと同等にしちゃいけないんだよね、扱い的にっていうのは。なんかテレビでやってた神田さんさ、はい、これフランスパンにしたこう薄い色が薄いし、はいはい、今切ってるんだけど柔らかいじゃない、これってフランスパンって硬いじゃない、はい、お年寄りとかもいいよね。あ、そうです、これはね、うん、お年寄りも人気あるんですよ、うん、柔らかいから食べやすいってことで、フランスパン食べたいってなった時に、はい、この形で出てきて、はい、これちょっとトーストしてもいいしね。トーストするとめちゃめちゃこのまんま食えちゃうんですよ。天然酵母なんで焼くとね、ほんと美味しいんですよ、カリカリして、ね、おー、ね、で、うん、うちのパンは全部そうなんですけど、あのよそのパン屋さんよりあの塩分がちょっと控えめなので、いい、塩分、いいね、うん、そういう血糖高いんだよ俺、うん、全然負けとしてねえや血圧はあ、え、ヒロ君ちょっと食べた感想をちょっと言ってよ、はい、今僕食べたのが生食パン、うん、ドイツパン、ドイツに行ってきました。はい、ね、ぶっちぎり、あとぶっちぎりも食いました、うん、でフランスパンは食いました、はい、はい、全部食べてる、あ、全部食べました、お前黙ってるじゃあ食べた報告しろじゃなくて味の報告してほしいんだよ僕は。どれ聞きたいですか。フランスパンちょっと聞きたいの。フランスパン、うん、あの子を持つ親としては、うんうん、子を持つ、まあ、小さいうち娘がいるんですけど、ね、すごい気にしちゃうんですやっぱり、アレルギーだったりとか、さらに言うと硬いと食べないんですよね。あ、そうなんだ、うん、よく耳残すとかありません、ね、あの食パンの耳残したりとか、ね、うん、だからあのフランスパンとかでも硬いとやっぱり周りが硬いと中だけほじくて食べて終わりとか、これ多分もう全部食べれますね。おで、すごい優しいから、あの、その大人なんかそのまま食べてもいいんでしょうけど、子供だったら何塗っても何の味にも染めれるのかなと思いますね、うん、素晴らしい、なんとスマートなコメントなんだ、自然酵母お前天然酵母え、もう今こんだけパンの話をしてて、まあ何、今日から東戸塚でパンフェスで1週間、はいはい、1週間いきます。何時から何時までなんですか。営業時間が10時から、8時半までですね、はい、で日曜日が、8時までかな。そうですね、はい、で最終日が、6時平常です。そう、最時だけは早いんだよね、最後だけは、はい、っていう話だから、もうぜひこの放送来て食ってみてこれって思ったら、はい、西武さんに来れば今最時でやってます、はい、あと他で入手したいという場合はどうしたらいいですか。あとは最時終わった後はあの西武さんの、1階にザーガーデン十ヶ丘ってスーパーさんがあるんですよね。 そこのパンコーナーにもあります。そこはもう毎日置いてあるので。あ、そうなんですか、はい、定番で。そこにはもうフランスパンだとかそのブロートが置いてあります。卸してるの。
あのちょっと越してもらっていいですか、はい、いいね、はい、あと横浜の、そごうさんの、近い2階かそこにもあのガーデンさん入ってますのでそちらとあと高島屋さん横浜高島屋の7階横浜グッズってこういうあの001ショップがあるんですけども、ああ横浜これロゴマークあるよね、はいはい、そこにも名刺にも入ってる、はい、そこにもあの毎日常設で置いてありますので、この横浜ブランドなの、はい、横浜ブランドなんですね、横浜ブランドってことだよね、はい、そうですそうです、はい、横浜ブランドなんだね、そうです、はい、いいの認定されてるんだよね、認定されてます、横浜金牌はさ、これこのシールもらってねえな俺認定されてないですからねそれはもらえないですね、そうだね、はい、いいのいやこの本当にでもね絶対体験で一回これ食べてみないとやっぱり食レポって難しい話だから、ね、ぜひちょっと手頃に買いに行ってくださいって感じですね、うめえよ本当に、あと、はい、ごめんなさい、あの、ね、あれあブロートアンジャーの硬いやつ、うんうん、これね、蒸すと美味しいですから、蒸すと蒸す、なおかつ蒸す、蒸すんです、蒸すんで す、1センチぐらいすぐ切って、まあ、このフランスパンなんかもそうですけど、うんうん、とあの日にち経って固くなっちゃうじゃないですか、うんうん、それを蒸し器で蒸すんですよ、10秒とか蒸し器がないやつは、蒸し器がないやつは鍋に100均に行ってあのあんじゃすかチンするやつ、あれに入れてチンしてください、あったまいいね、はい、いや こういう食べ方も教えてほしいよね、はい、ただねあんまりね、時間置いちゃうと水分吸いすぎてべちゃべちゃになっちゃうので、うん、加減しながらちょっとなるほどね、蒸すって手もあるってことね、蒸すとめちゃめちゃうまいですよ、電子レンジだとあったかい時は柔らかいんですけど、うんうんうん、冷めるとコチンコチンになりません、そうだね、なるね、蒸すと冷めても柔らかいままなんですよ、焼きたてのもさすがパン屋、そうなんです、うん、これね、お客さんに教えてもらったんです僕も、僕も知らなくてそうなんです、お客さんに教えてもらったんです、でもぜひ試してもらって蒸すやり方を、じゃあもう整理してちょっと簡単に言ってください、はい、自分のお店の PR、 はい、私の店は横浜、の陽光台、JR 陽光台駅から徒歩1分のお店のところにあります、通常はもう横浜市内の百貨店さんスーパーさんの、催事出店が多いので、それはあの予定はホームページを見ていただければあの確認できますので確認してください、はい、それとこの1年ぐらいこっそりと食パン専門店を栄区の方で、営業してますので、はい、こっそりなのかこっそりと、はい、こっそりとでこれはね住所が、うん、栄区井の山町、井の山町、はい、56-8、隣が床屋さんですからこっちの方にこの生食パンは基本的には置いてます、おはい、こっちはね、営業日が木金土の今3日間の限定営業しますので、はい、週末で忙しいんだね、忙しい、栄区の方は名前はやっぱり麦屋さんなの、これは食パンです、食パンですせです、食パンですせ、はい、そうです、ちょっとふざけてますね、それあれ出身は大阪、よく言われます、よく言われますですせの意味は何があるの、これはあのね、本当その大阪弁なんでふざけたんですけど、でそれはあの表向きにはデステっていうのは、うん、あの女神っていうらしいんで、あーそうなんだ、そうあのまあいつまだろお前が言って固いところにはあの女神ですっていう、あーなるほど、まあ、そういう嘘ですけど、そうだね、そうだね、いいなそのノリ食パンデステ、デステ、はい、素晴らしい、言ってくださいというところでね、横浜麦屋の神田さん、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました、絶対ぜひ買いに来てください、もうね、西武さん目の前だから、はい、もう身近に来れるラジオいいねというところで、翔さんまた2曲目の紹介をお願いします、はいはい、じゃあいきましょう、もうあと平成も2週間ですかね、そして令和になるわけですけど、まあ、平成の横浜銀杯の曲を1曲最後に、最後にじゃねえや、おかけしたいと思いますさい、ランニングドッグ、はい、横浜銀杯で、どういったことですか、平成をみんなで飛ばしていこうぜっていう感じの曲、ランニングドッグをお届けしました。さてということでですね、神田さんのところの、横浜麦屋さんの紹介が終わったところで、松沼君、はい、ね、ガーデンエクスプレスさんからのですね、いろんなね、やっぱプロの植木屋さんとしての、あ、せっかく来たんでアドバイスとの他なんかあればちょっと聞きたいななんてね、大ちゃん、すごいなんか投げ方でしたね、聞きたいよねっていう、ね、たまには植木じゃない違うパターンもいいかなと思って、ね、今日パンに続いてちょっとプチトマトとかなんか、何ですかいそれは、うまいね、プチトマトの話をちょっとしたいかなっていう感じで、はい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 、
いいですか。はい、どうぞ。プチトマト最近流行ってますけど、結構ビギナーがやりがちな失敗っていうのがあるんですよ。おう、で、まあ、一つ目が、うん、そうですね、プランターで、プランターや鉢で作る場合なんですけど、だいたい深さが足りてないっていう。おー、それぞれ植木鉢とかあのプランターの鉢の深さってそれぞれあるんですけど、やっぱりその実がなるものとかそういうのを作るときっていうのは深いのがいいんですよね。要は30センチ以上しっかり根を張る。そういうこと、そういうことです、はい、浅いとどうしても育たないんで。うん、それはそうだね、はい、みんなってこんな大きくなんだか重たいんだからそういう支えんだもんね。そうですね、はい、でもプチトマトだっていうかイメージがあるからね、はい、ちっちゃいでも平気だと勘違いしたってことな。そうですね、いいプチができないですね。いいプチ、はい、あ、いいプチができないです、はいはい、さ、ガーデンエキスプレスが来てから、はい、なんかあのね、あのドナセラなんだあれもそうだけどさ、ゴッドね、セフィアナもね、うちにあるしさ、横浜銀杏もあるわけじゃんかさ。で今度これ言われたらまたちょっとプチトマトいいなって苗木見に行こうかなとか思っちゃうよね。あ、いいですよね、ホームセンターで今簡単に買えますからね。深さは大体したらば何センチぐらいあればいいの。まあ最低で30センチぐらいですね。はい、マジで、はい、最低です。できればもう、それは目から鱗だよね。30センチだよの鉢にしなきゃいけないって、プチトマトの。あー、それはちょっと目から鱗。そ、あ、じゃあ結構でかいやつでやんなきゃいけないってことだね。そうですね、はい、なるほど。そしてそしてあとはですね、うん、よくあるんですけど、水の与えすぎっていう、はい、これは本当に言われました。ゴッドセピアナの時になんかね、ダメなんだよねそれ、水あげすぎだって言われて、あれからさ、ますますさ、はい、あのできるだけあの乾く寸前とかちょっとあれまで我慢したの、2日ぐらいあげないとか、はい、元気になってきた。はい、よかった。今まであげ、ね、根腐れしちゃうんだろうね。そうですね、どうしてもね。あれだってトマトなんか最近水あげない農法とかありますもんね。ありますね。もう本当に全然あげない、枯れて枯れて枯れてって言った時に、苦しいって言って甘くなるの。そう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 。そこに養分が全部いってって話ですよね。どうしてももともと水分のあるものですからね、はい、トマトっていうのは、はい、はいはい、だからあんまり必要としてないんですよね。はい、最初だけなんですよね、やっぱり植えた時にやっぱりかけてあげるっていうか。その時にですね、うん、でも一つあって、うん、早く木に水がかからないように注意してほしいんですよね。葉とか茎ね、緑のところね、はい、そうするとちょっと病気にかかりやすくなるんで、そこだけは注意してほしいなっていう、ね、深いな、はい、相手の気持ちになれだよね。やだもんだって、突然頭かなんかに水かけられちゃってって飲みたいのは俺はちゃんと口から飲みてんだとか。いや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 、ま、なるほどね、うん、みんなその愛情足んなすぎるんですよ多分。相手の気持ちになったらやだよなとか思うじゃないですか。思わないですか、まあ、そうだね、翔さん。そうだね、いやいや、真上にダーってくるから。いやいや、人間の体はちゃんと洗ってあげたいからやっぱね、じゃあ髪の毛だけ洗わないでしたらずっと臭いから、やっぱり泣こうが喚こうが子供の頭から水かけてね。あ、まあ、でもそれはプチトマトにはダメなんだよね。そうですね、うん、はい、うん、そうね、あとですね、脇芽かきをしてないっていうのもあるんですけど。何ですかそれ、脇芽かき。はい、要はですね、うん、たくさん実つけたいと思ってるんであれば、うんうん、枝や葉を茂らせるの良くないんですよ、うん、栄養入っちゃうっていうのか、はい、要は十分に日が当たるように、うん、要は茎の根元から出ている小さな芽を切り落とすってことなんですけど。おー、はい、なるほどね。要はわさ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 してると日が当たりないっていうんで、うん、はい、でもさ、自然にできてるもんだから、それはプチトマト的にも意味があるんじゃないの。そんなことないの。いや、それは違います。それは違うんだ、はい、じゃあバカなんだねそれ、自分たちの成長をね。植木もそうです。あ、はい、だから手入れが必要ってことか。そういうことです。おお、やっぱ不良が手かかって可愛いっていうのと一緒だね。いや、違います。あ、違う、ね、違います。間違えます。え、違いますか。おお、でもう本当にそうやって、まあそれはね、たまたま今野菜の話だけど、庭なんかもそうなんですよね。そうですね、はい、庭の植木も一緒のような感じで、森の中で植わってる木とかじゃないんだもんね。森じゃないんで。そうだよね、はい、庭なんでね。そうだね、はい、そうだと思います。はい、ちょっと聞きたいんですけど、はい、うちのスポンサーになってんじゃないですか。ええ、ちゃんと効果出てるんですか。うっすら出てるんじゃないかなと思うんですけど、はい、多分ですね、電話とかされてる方が FM トスカーとか聞いたとか言ってないんじゃないかな。言わないよ、はい、だからカウントされてないような感じで。そうだね、はい、それはお前らみんなちょっと一言ね、
FM トスカ聞いたよっていう一言聞いてかけてんですけどって言ってくれたら俺たちも助かるわけだよねそうです、そうなんですよね、はい、これだから言ったよって言ってちゃんと依頼してくださいと。もしもそれがどんどんなくなってくってかね、ただ単にそれがないんであれば毎週翔さんのマイクの音をどんどんちっちゃくしていきましょう。やっべえ、ね、だからファンの人たちがね、はい、やべえ、だんだん音がちっちゃくなってきたぞって語ろうぜ、はい、神奈川県だけじゃなく、うん、はい、埼玉もそうだし、ね、うん、はい、東京都もそうだし、うん、あと名古屋、大阪、京都もあるんで。そうだよね、はい、関西もやってんだもんね、はい、千葉県もありますんで、はい、もう松根妻さんがいる営業所じゃなくてもガーデンエキスペースさんであれば、はい、常に FM とか聞いたって言いながら電話してもらうと。そうですね、はい、多少の相談だったら自分が担当してもいいんですけど、うん、現地まで来てくれっていうと かなり厳しくなってしまうんで。はい、だ埼玉方面の方は松沼さんって、はい、ぜひ自分の名前言ってもらえれば、うん、はい、飛んできますんで。で毎週水曜日にもしも何庭手入れしてくださいっつったら毎週水曜日11時から松沼さんが一緒に庭で FM とか聞くっていうサービスなんだよね。そういうことですね、はい、縁側で聞くみたいなとかまあそうですね、そういうオプションがあると、はい、ちょっと早い昼休憩みたいな。そうですね、え、ちょっと待って、そういうちょっと連絡先ちょっとお願いしますよ。はい、はい、いいですか、はい、フリーダイヤル0120-41-2891です。0120-41-2891、はい、41よい庭木って覚えてください。ありがとうございます。松沼さん、はい、メールが来てます。お、八丈島のリックさん。おー、リック、あ、サイババさんですね。サイババカリスマだね。皆さんこんにちは。こんにちは。もう早く昼にスタンバイしてました。八丈島キョンの画像を送りするので見てください。お、手の出演は長女ですって。ほらヒロ君よかったね、八丈島キョンの写真が来たよ。あ、見せてあげてやっと、ね、今日も楽しませていただきます。マミちゃん頑張れって。松沼さんとマミちゃんってね、リックよりって。でもリックさん聞いてますよね、八丈島からのお手紙一枚も来てないですから。いやでもこの間、はい、なんかハガキ出しそうと出したらしいんですよ、うん、そしたらなんか帰ってきた、料金不足で帰ってきたすごい話題になってましたよそれ。あ、そう、びっくりですよ、はい、あ、そう、ちょっと違うのだね。きっとサイババさんはずっと60円なんだなと思って間違えちゃってね、時代が止まってるからね。そうですね、八丈島ってちょっと。いやいや、それ言ったらねえよそんなことはねえよぶっこんでくんないとさあ、ということですね、はい、まあね、プチトマトの話が出ましたけどもね、まあ俺のちょっと、ひけらかすとですね、まあ、肥料の上げすぎなども注意してほしいと、ね、バランスの取れた肥料があるんでそれを、できるだけ使ってもらいたいということですね。肥料の3要素みんな知ってますか。窒素、リン酸、カリ、ね、すげえということで皆さんね、バランスを取れた栄養を取りましょう。ヤギの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 ふもいいらしいですよ。いやいや、そんなことないです、はい、本当ですか。本当ですよ。さあ、ということでこの放送は横浜湾岸市でもできました戸塚町はじめ関東関西に展開している植木屋さん、ガーデンエクスプレスさん、松沼くんのところの会社の、提供でお送りさせていただきました。他にはダンスを習うならここ戸塚の地下1階のダンススタジオユニスタ、それから免許を返納した方にもサービスしている、平戸交差点すぐそばにある車高架買取のアップル戸塚店、そして孫のこもったサービスを提供、安らかな葬儀をしていただける365日24時間対応港南中央駅すぐそばにある清水公益社サバスホールさんの提供で放送させていただいております。よろしくです。おー、素早いですね今日は。早いですよ。この後また喋りたいことがたくさんあるんで、ははは、パンも食べなきゃいけないし、はいね、さあ、ということで今日はあれですね、大ちゃん、はい、みんなで西武に行って、麦屋さんのね、パンをね、うん、あれするっていうのと、それから、ガーデンエクスプレスに頼むときは FM とか聞いたよって連絡してくれると、またね、来期も協力してくれるんじゃないかと、はい、ガーデンエクスプレスね。それとそれこそリックさんにじゃないけれどFM 戸塚のお送り先、郵便番号 244-0805 横浜市戸塚区川上町 91-1 モレラ東戸塚2階大ちゃん、歌さんの人生楽しみましょうっていうところに お便りください。往復はがきでくださると、もう楽しければもう翔さんがサインしてペンと返事を書いてくれます。でメールであればメールfm-totsuka.com の方までメールを送りくださいって感じです。はい、翔さんお願いします。はい、なんか言いたいですよね。そうですね、なんかですか。まず近々では5月の5日京都に行きます。お、横浜銀杯、
結成20周年、俺60歳、60周年の、記念ライブが5月5日、京都教育文化センターであります。詳しくは、横浜銀歯のホームページをご覧になってください。まだチケット多少残ってるみたいなんで、皆さんどんどん お誘い合わせの上来てもらいたいと思います。そして6月に入りますと、6月の9日、ショー&ブラックバード、私の誕生日、バースデーライブがありますね。名付けて3031。これはですね、昭和で30年、平成で30年、令和で1年目を迎える小61歳のバースデーですね。いいですね。新横浜ニューサイドビーチ。ローチ系が発売されております。ルコード73843。73843。で、お買い求めください。それからですね、6月30日、第6回戸塚音楽祭、ロッキン戸塚80。ついに来ましたね。80周年アニバーサリースペシャルロックンロールライブと題しまして、戸塚が苦戦80周年を迎えたところで、今年の80は、ちょっと賑やかになります。ミスタークールス村山和美さん、キストメニストのコニーちゃんなどをお呼びして、なんと50個下のザ・ファスターも出ますね。ハマーさんも来ます。そしてビーローズ、ね、バスケットボールリーグのチアガールも来ます。そして川戸正和、私が率いるブルームーンボーイズでお届けします。チケットの問い合わせはホームページでよろしくですね。戸塚音楽、戸塚音楽祭で弾いてもらえると大丈夫です。www.rockin-yokohama155.com です。rockin-yokohama155.com の方で、チケットの方は予約お願いします。でロビーの方では横浜麦屋さんのパンがバーンと販売されると、ぶっちぎり一番ね、はい、桂歌助独演会6月11日横浜にぎわい座です。19時開演、18時半会場、19時開演です。皆さんどしどし歌さんのところにチケットを聞いてください。はい、ということでね。でそれこそ5月1日が水曜日でこの番組があるんですよ、うん、そうですね。令和元年一番最初の生放送みたいな感じの一覧になるんで、あいおや作文募集します。令和でいきましょう、ねね、令和。それがだけどまたそれに関連してでもいいから、どん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 お便りくださったらいいですよね。なんか意気込んじゃうよね。え、なんか出てくるんですか。いやいや、5月でしょ。俺ね、その日はね、新宿ロフトでライブもあるね。そうですね。ラジオもできて嬉しいなぁ。この令和に入ってすぐに一発目忙しいと、いや、なんか自分の仕事ができるって楽しいじゃないですか。いいっすね。なんか盛り上がりすぎちゃったけどね、ちょっとね。いや、なんか最近先に盛り上がる癖があるよね。あのお札もそうでしょ、ね、お札も変わるようで盛り上がっちゃってるし、気分がいいからね、もうどん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 盛り上げていった方がいいですよ ね、 そうですね。で神田さんが、はいはい、今日これからまた戻るんですよね。戻ります東とか多分、はい、はい、西部、はいはい、夕方で僕販売に入んなきゃいけないんで、はい、夕方来たらいるのね。夕方います、はい、だあれだね、ちょっとあれ松沼さんなんか多分埼玉あたりそういういいパンないかもしれないから買ってお土産に持ってってもらった方がいい。大丈夫ですか、待ってください。それ、ね、偏見だと思いますよ。埼玉やばいっすよ、今の。やばいよね。はい。ダメじゃん。これ、結構、今やばいと思います。ね、あの、なんか飛んで埼玉、ね、見すぎじゃないですか、それ。もう、あったことないですからね。みんな分かってるって。あ、そうですね。ねえ、本当に神田さんどうもありがとうございました。忙しいところ、ありがとうございます。ねえ、頑張ってまたいっぱい売ってください。天然酵母だから絶対美味しいと思いますよね。ヒロ君もあんた、そうだよ、あんた子供生まれるらしいじゃん、はい、あ、そうですね、6月お、はい、双子座だね。あ、そうなんですか、わかんないけど、6月8日か6月9日しな、ロックの日に ね、 ね、うまくそこに生まれてくれると ね、 ね、あのかなり3人目だよね。3人目です。だからお子さんたち、みたいな。あと1分ですよ。ああ、俺ね、前岡のね、餃子屋さん行ったんで、大ちゃん、はいはいはい、甲賀さん、甲賀さん、はい、いや、あと1分で喋る話じゃないと思うけど、はい、美味しかったわ。だって何販売もしてるけど、上でビールと餃子って、そうそう、下で作ってて、はい、で販売もしてて、上がビストロになったのね、最近だと思うんだよ、はいはい、いや、うまいわ、いいな、餃子とビールね、うん、で、あのね、今ほらパリパリが流行ってるけど、ちょっともっちりしたやっぱ手作りだから、
今度来週その話もしますよ。あ、買ってき、来週買ってきますか。あ、いいっすね。でスタジオニンニク臭いの。じゃあ来週来よう。来るか来るか見てくるか。あと俺最近ハマってるのね。はい。あ、それ来週しようかな。来週食い物の話しようかな。ねえ。ねえ。これ昼時に食い物でいいっすね。いいですね。腹減ってきちゃったな。みんなでちょっと西武の祭事行って麦屋さんのパン買おう。っていうところでね、なんかもうあと14秒なんで、はい、はい、もう大丈夫かな。来週は平成最後の番組、あの、そうだですね。っていうところで大ちゃん、歌さんの人生楽しみましょうでした。また来週まで、バイバーイ。